皆さんこんにちは、ムチトと申します。ノルマンディの今年の募集場が発表されましたので見ていきたいと思っております。私としても初めて入ったクラブですんでね、やっぱりこれが出た時は一番と言ってもいいぐらいワクワクしましたね。まあ初めに全体的なね価格とかの傾向を探っていって、まあその後に注目場何とか紹介していきたいなと思っております。まずですね、募集価格なんですけれども、これは正直ですね安くはないのかなっていう印象はありましたよね。まあ去年ホワイトターフがね600万円台でもう相当にね安価ということで、しかも新馬戦で結果出しましたけど、今年に関しては一番安いのは地方募集のキネオスレイユの760万円、1000万以下の馬っていうのも5頭になりまして、去年の8頭からね少し減りましたね。平均価格も1566万円ということで、去年の1398万円からね150万円くらいは上がりましたね。でこの差額のところが、セールで購入した馬にどれくらいのね上乗せをして募集してるかという数値になるんですけれども、だいたい650万円くらい上がってる馬が多いですね。ただ1頭なぜか925万円上がってる馬がいまして、北さんメジャーですね。まあヘニヒューズ産駒ということで、ある程度ね価格が上がるのもしょうがないと思いますけれども、他の馬と比べてね差があるので、まあこれをね出来がいいからというふうに捉えることもできなくはないのかもしれません。で逆に安いのが超貴重なダンスディレクター産駒のセイントリースカウトですね。まあ、他の馬に比べると100万円弱くらいは上乗せは低いですね。サマーセールで購入してからね1ヶ月以上は経ってると思いますんで、まあ牧場さんからのね評価っていうのも固まってきたところで、多少の上乗せ額の調整っていうのは差が出るんでしょうね。ただちょっと特徴的なのが、牝馬の馬っていうのが比較的上乗せ額小さかったりして、牡馬の方が明らかにプラスされている傾向にありますね。まあこれがね母親優先のないクラブとかだったらあれなんですけれども、ノルマンディはありますからね。まあそういった意味では牝馬の方が、まあ、多少お買い得とこの差額だけを見ると言えなくもないのかもしれませんね。で次に募集総額順で並べてみます。上位4頭はね競り購入馬ということで、まあこれを見るとねやっぱり自家生産岡田スタッド生産の馬の方が値付け自体はね安くは見えますよね。岡スタ生産でトップに来たのは、まあやはりと言いましょうか、シュバレーの20。まあ私としてもねこの馬が募集されるのが一番熱いだろうなと思ってましたけれども、無事にね来てくれましたね。まあこの2350万という価格はね、ダイヤメジャーサックとはいえね、なかなか強気に思われた方も多いように感じられましたが、まあとはいえね、ゴールドパラディンやプリムドール、もう能力だけで言えばオープン重賞級のものがある馬連続で出してますんでね、まあこの価格もしょうがないところはあるのかなと思いますね。一番人気になる可能性大いにあるかなと私は見ております。厩舎もねゴールドパラリンと同じく吉岡厩舎で、まあ正直この中だとねラインナップの中でも一番勢いあるかなとも思いますし、魅力はやはり高いですよね。安い順で相当するとこんな感じになります。やはりねチェリーで購入した馬以外の自家生産という馬たちがね比較的安価に抑えられているのがわかると思います。まあその中でもねちょっと驚きだったのが元姫の20ですよね。貴重になってきたネオユニバース産駒になるんですけれども、今3歳で活躍している技物のね弟に当たると、この技物が募集額1440万で、祭りだこ産駒とはいえね、そこからネオユニに変わってこれだけ走っていて価格が300万以上安くなるっていうのは、まあ、ちょっと逆にね気になってしまうなっていうのは正直ありますよね。馬体側索とかっていうのはしっかり見た方がいいかもしれませんね。まあとはいえね、素直にこの価格だけ見るならなかなか安価だとは思いますよね。そしてピッツネイルの20、ゴールドシップ産駒、先日新馬戦を勝って沸かせたホワイトターフのね全兄弟ということになります。姉のホワイトターフがね募集額680万円という破格の安さでね、そこから一気にねちょっと値段は上がった感じしますけれども、まあそれも新馬戦の勝ち上がりっていうのがあったからこそでしょうね。まあまだまだ第3子走り時な時期ですしね、まあその新馬勝ちの価値っていうのを500万以上上がったという点、これを一気に上がったなと見るか、まあもう走るって分かったし妥当だよねって捉えるかはね差が出るかもしれませんが、まあどちらかというとこの価格でも欲しいっていう方が多いような印象ですね。まあ多分シュバリエと並んでこのピッツネイルは1、2番人気になってくるんじゃないかなと思いますね。
どちらもね、兄弟を管理している調教師さんで、しかも走ってるっていうことでね、結構これも大きいですよね。で、ちょっとね、初めての試みとして誕生日順で並べてみたんですけど、この1月生まれ、2月生まれ、そして3月生まれぐらいまではちょっとしたいい点としてね、捉えていいんじゃないかなって私は思ってますね。去年のノルマンディの傾向とか見てると、やはりこの1月2月くらいまでの馬、意識してこう早めにね、脱北していたりしましたよね。空小町とかがそうでしたけれども、まあそれは今後もね、続いていくのかなって思っていて、まあ比較的ね、ゆっくり育成していくノルマンディではありますけれども、このくらいの時期に生まれた馬たちっていうのは、まあ比較的冬季デビューを見れる可能性が高いというふうにね、言っていいのかなと思っております。やっぱりそういった意味でもね、シュバリエとかは、まあ、そこそこ早めですし、まあ、ダイワメジャーの牝馬ということもありますしね、結構2歳戦からがっちり走ってくれそうなタイプですよね。まあもうこの募集金額ですしね、兄弟の活躍を見ても目指せ阪神ジュペナイルフィリーズくらいのね、意気込みでクラブ側の方もいるんじゃないかなと思いますよね。ちなみに守護馬順で並べてみると、ノルマンディはですね、ウィンとかラフィアンみたいにゴールドシップが今年がっつり多いっていうわけではなくて、まあ一時募集の時点では2頭のみでしたね。で、去年みたいにスラボニータがたくさんいるっていうわけでもなくて1頭のみ、ビーチパトロールが2頭、まあこれはね、オカスタさん多かったっていうこともあってなんとなく予想できましたけれども、それ以上に多かったのがマインドユアビスケッツですね。まあただ前頭牝馬っていうことでね、ダート短距離で走ってた馬っていうこともあって、まあ繁殖のね、羊自体はエーデル・メイシとかオフィアといった馬はもう現役時ね、相当に走ってた馬ですし、まあ出来栄えっていうのもね、価格見ても高いのが分かりますしね。ただ正直人気するタイプではないのかなって思ったりはしましたね。で、これたまたまなのかもしれませんが、父ルーラーシップ母父スペシャルウィークの同じ配合のね、馬がどちらも結構な高額で募集されてるんですよね。まあ2頭ともセリ購入馬にはなるんですけれども、まあ芝の中長距離行くだろうなっていう感じですよね。旧車にしても辻野さんと奥村さん、相当に期待感が伺えますし、まあある意味ノルマンディっぽくないタイプかなとは感じましたよね。ちなみにこの配合はやはりそこそこの相性の高さがあるようで、勝ち上がり率とかね、 AI の数値っていうのは他の配合よりも高いみたいですね。シルクのデュアンドルとか、あとはダートのリセット教書買ってるダンツキャッスルとか、最近だとホーイクセル、パラスアテナといったね、馬たちも重賞でね、走っております。結構ね、ルーラーシップノーザンでこそなのかなっていう印象がありましたけれども、こうやって見てみると他のね、牧場さんでも走ってる馬がいますんで、まあまあ一理あるのかなっていうところですね。まあただですね、個人的な思いっていうのをちょっとね、ここで募集額から話させていただくと、やっぱりですね、車台系以外で、まあ、相当なね、指示の裏付けがない限りは2000万以上ってなってくると、私はですね、ちょっと相当に考える必要があるのかなと思ってる派ですね。というのも、先日ね、行われたセレクションセール、日高のね、血統や馬体が優れていると判断された馬たちのみが集まる競り、この競りで平均価格税込みでだいたい2000万くらい、中間価格だと税込み1760万くらいになると、まあ、こういった数値を見ているとですね、もちろん岡田スタッドさんの生産育成の能力とかっていうのを考えた時に、まあ、特にね、クラブ馬としては厳選された馬募集されているとは思うので、そこは本当に評価しなければならないところだとは思うんですが、まあ、ただね、その競り時に2000万以下の価格だった馬がちょっとその2000万超えとかってなってきてるのを見ると、まあちょっとためらっちゃうところは正直私はね、あるかなと思ってる方ですね。まあとはいえね、その血統背景というのを、まあこれぐらいのね、2000万を超える価格あるなって思ったり、馬体が相当にいいからこそのこの値段だっていう方はね、まあ多くいらっしゃると思うので、もちろんそれはそれでもうやっぱり目のある方はわかるんだなっていうのを感じますけれども、まあ、ちょっと私はね、今回に関してはシュバリエ以外の馬についてはちょっと高額馬行きづらいのかなと個人的には思ってるところですね。まあでもこれまでのね、実績を誇るノルマンディア岡田真紀夫さんのね、評価がこれだけ高いっていうことを考えればね、まあ厩舎もいいですし、ちょっとあの時ね、高額でも言っとけばよかったと後悔させてくれるぐらいのね、活躍を楽しみに陰ながら応援したいなと思っております。まああくまで私的なね、目線で言うと、価格的にはできればね、2000万以下の馬で、日高な馬で言えばね、考えていきたいなと思ってるところですね。まあ特にノルマンディはね、
そういうリーズナブルな価格でっていうところもね、まあ一つのアピールポイントだったのかなと、勝手な意見として思ってるところあるので、あくまで私的に現時点で考えている馬は、重賞馬のモンストール、近親であるハート・オブ・スワロー、WED3 区、西の馬だこの20、個人的に推しているダノン・バラード3区、重賞でも2着ある、ないままのね、全兄弟でもありますしね。やっぱり競りの時からね、この2頭っていうのはいいなと思ってましたし、価格的にも1500万以下にね、まあ、ギリギリ落ち着いていて、旧車も池上さんは明らかに上り調子にここから来ると思いますし、鈴木さんもね、トップウィナーとかのレースを見ていただければ分かるように、芝ダート、非常に広くね、柔軟な使い方してくれる方で、数も多く使ってくれるので、ノルマンディとの相性もね、非常にいいと思うんですよね。まあそういった意味で、やっぱりこの2と今の時点ではバランスがよく見えましたね。岡下さんもね、本当は毎年1頭以上は持ちたいなって思ってるんですけれども、まあ先ほどのシュバリエが抜けて、血統的にはね、よく見えたっていうのと、ちょっと牝馬が今年は多めかなっていう印象があって、できれば私ね、キャロット G1 と牝馬で行ったので、ボバが欲しいなって思った時に、レジェンドブルー、ジェルベーズ、元姫の3頭とかになってくるんですけどね。個人的には少しね、兄弟とかの活躍を見てると高めなのかなって思っちゃった上の2頭で、元姫については先ほども言ったようにね、まあ馬体とか速着じっくり見てから改めてしっかり考えたいなと思ってるところですね。まあでもこうやって改めて見てみると、やっぱりピッツネイルの1200万っていうのは、母の実績とホワイトタフの活躍を考えると決して高くはないのかもしれませんね。人気になるのもわかるところ、まあシルバーコードとかもね、なんか繁殖入りしたらすごく良さそうだなとは思うんですよね。高柳厩舎もいい感じですし、そして祭り田ゴッホもね、いつか持ちたいと思ってますし、ビーチパトロールもね、私的にはもうちょっと評価されていいのかなとも思ったりはしますが、まあいかんせん牝馬っていうこともあってね、まあ安いんですけどちょっと悩んでるところですね。まあとはいえまだまだね、保養動画や顔、体重、速着といったね、人気や評価をね、大きく変動させる要素は出ておりませんので、まあ最終的な結論っていうのはね、まあ募集始まるまでに大きく変わってくるかもしれませんが、一応現時点での印象っていうのはこんな感じですかね。まあ正直ね、ウィンとかの価格を見るとね、バランスっていう手を考えるとなかなか悩ましいところにはなってきたのかなっていう印象は正直ありましたね。デアリングタクトの活躍とか、まあそもそもね、競りの価格とか競馬界全体の価格が上がってきてるっていうのはありますけれども、まあ、ぜひともそこはね、成績でこう利益をがっつり得るっていうところを、まあ、ぜひともここからは見たいところですね。まああとは今やってるセプテンバーセールでもフリーオスト3区、カレンブラックヒル3区購入してますし、あとはサマーセールで購入した馬、募集馬に来てない馬いますし、二次募集には来る馬いるのかなとまだまだ思いますし、まあいろんな意味でね、募集時期にしても競争成績にしても長く楽しませてくれるノルマンディですので、気持ち長くして待ちたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。